そうです。私には今起きてしまった惨劇を様々な国の言語で伝えなければならない役目があったのです。追いかけるのは警備の人たちに任せよう。そう考えた私は、報道対応をするため放送ブースに戻ることになりました。シン、脱出するぞ。わかった。ひじりさん、安心してください。金は見当たりませんでした。よかったです。狙撃の時の記憶見つかりました？ええ、そっちも確認することができました。ありがとうございます。ええ、少しでもカイドウさんのお役に立てたのならよかったです。金もないということでしたら今後も安心して公務につけますわ。ええ、自信を持っていいですよ。それでは永田に戻りましょうか。ですね。23時半を超えたら夜間シフトになって入管手続きが面倒になりますし。カイドウさん、ご夕飯は？オルガもいないしな。カップラーメンかな。それはよくありませんわ。栄養に偏りが生じます。みぶりさんと合わせて心配ですわ。あ、それじゃあサラダも食べておこうかな。来週になったら永田丼のサンプルが届きますから、カイドウさんにもお裾分けしましょうか。真っ先に食べていただくお約束でしたし。永田丼って結局どんな内容になったんです？それは見てのお楽しみです。皆さんからの意見を取り入れてできるだけ広い支持を得られるような、そう、国民に愛される丼になっているはずです。みんなの意見を取り入れてるって点がとても安心できますね。本当はみぶりさんの意見も反映したいんですけどね。みぶり？なんで？永田丼は健康面に最大の注意を払っていますの。この国の人たちに健康でたくましくあってほしい、そんな願いが込められていますわ。なんでみぶり？みぶりさん、研究室にこもってばかりで、永田丼の要望をお願いしても多忙を理由に断られる始末なんですの。ですけどその間カロリースティックとかビタミン剤ばかりの食事で、とても健康的な食生活とは言えませんわ。確かに栄養のバランスは考えているのでしょうけど、顎だって弱くなりますし、味覚障害になる可能性もありますわ。なるほど、それはちょっと問題ですね。ただでさえみぶりさんは家庭の味というものを知りませんから、食事に情緒など必要がないと思ってしまっているのかもしれませんわ。俺たちと同じで両親がいないんですよね。ええ、義理のお父様は10年前にお亡くなりになって、その時の事故で。お母様は？義理の父？ええ、私、みぶりさんのお母様が女手一つでみぶりさんを育ててたって、そんな記憶が漠然とありますわ。本人にちゃんと確認はしていませんけど、さすがに聞きづらくて。お母さんもお父さんの事故で一緒に亡くなったんですか？聞いてませんの？え？そうだ。
ですか。なんだ。なんか今、ひじりさんからとんでもなく深い悲しみが感じられましたけど。なら、内閣の一員として、カイドウさんにはお話ししますわ。ミブリさんのお母様、アンノウンハルさんは、今も生きてます。そうなんですか？けど、ハルさんはもう何も喋れませんし、聞こえない。見えるものの認識も、我々とは違いますの。それって。廃人同然の状態ですわ。アンノウンハルさんは、ミスティクル研究者。そして、人類最初の介入者ですの。じゃあ、俺の前に実験に失敗した介入者って、身振りのお母さんってことになるのか？ハルさんは、夫のタケルさんにダイブすることで、研究を進めていましたの。ある時、ハルさんは、人間が新たに獲得した情報が、どう処理されるかに興味を持って、ダイブ状態のまま、対象者が外出して日常生活を送るという実験に取り組みましたの。そんな危険な実験を？でも、最悪の事態が起きてしまいましたの。タケルさんは、解放機の研究者でした。でも、ハルさんがダイブした状態のまま、解放機の爆発事故が起こったのです。それで、ハルって人の心は、永遠に失われたんですね。ミブリ、そんなことちっとも言ってなかったな。ですから、ミブリさんは誰よりも、ミスティクルの取り扱いに慎重ですし、繊細な取り組み方をしていますの。そうだったのか。多分なんですけど、ミブリさんが出馬要請を基本的に断っているのは、お母様のことを心配しているからだと思いますわ。いつ死んでもおかしくない任務だもんな。チルチルも死亡フラグとかいう変なおまじないしてるし。まあ、チルチルが？あ、これは内緒だったか。意外でしょ？結構効くみたいですよ。はあ。オルガ姫はそれでも静かで存在感が薄い方だけどな。ま、しばらくは俺様が話し相手になってやるよ。どうせまた文句ばっかりあれこれ言うんだろ。大将が文句言いたくなること考えるからじゃねえか。ああ、悪かったね。キキキキ。それにしても身振りのお母さんが俺の前の介入者だったなんてな。義理のお父さんまで亡くして。おいおい、父親が義理ってのは確定情報じゃなかっただろ。ひじりの記憶違いかもしれない話だぞ。まあ確かにそうだけど。どうだっていいけどな。気になるなら身振りに直接聞いてみろよ。最近ヒジリやチルチルたちとつるんでいろいろ面白いことしてるって噂だけど。遊んでるわけじゃない。サコンダ前首相を逮捕する準備に追われてるんだ。まあカラオケ行ったりもしてるけど。でどうなの、あの古だぬきはお縄にできそうなのかな。捜査令状が時期発行される。そうしたら強制ダイブで
あの人の罪は全て暴かれるはずだ。